大自然、大自然、大自然。何も言えないの？大自然を目の前に何も言えねえ。まだ全然あるよ。いや、あれジャンプすることを待ってるよ。着いたと思うよ。あ、着いた。やった。なんかここから見た景色めちゃくちゃ綺麗だよ。あそこに三重の塔なのかな、と那智の滝。階段登って感動してる。階段登ってよかったね。100メートルぐらい上がってきたんじゃない、階段で。熊野行動大社じゃなかったっけ、違う、那智大社はこれだよ。ごまき、これに願い事書いて、この後ろの大きな木の中をくぐって願い事が叶うっていう、ドリームスカムトゥルーにしよう。あの英語で縦で書くのが変なことになっちゃうけど。ヘルス&ハッピネス。はい。神様は英語読めるかわからないよ。木の中に人が待ってます。入ります。すごっ、すごっ、そういうことか。そういうことだね。中がいるよ。うすごっ、この角度。よいしょ。おすごっ、すごっ。ここの木の穴から出てきたよ。すごっ。怖っ。すごくない？はい、じゃあ、ハピナス&ヘルスね。はい。よし、願いを叶いますように。ね。日本一でかいおみくじ引くやつらしい。めっちゃ大変そうだよ。運動だよ。17。吉でした。旅行なんか注意せよって書いてある。なんで今からめちゃくちゃ旅行するよ。気をつけましょう。ここに黒飴ソフトを買わなきゃいけない。黒、いただきます。うん、砂糖のアイス食べてるみたい。砂糖そんな甘いの？あんまりファンじゃないかな。正直でよろしい。うん、ちなみにこれから那智の滝の方に移動だね。今から反対方向で那智の滝を近くから見えるところに行きましょう。レナが飛び込みますよ、那智の滝に。ノー入り口かな。そう、めちゃくちゃ雰囲気がいいよね。水冷たいよね、多分ね。絶対に今の時期は冷たいでしょ。夏でも冷たいんじゃない。まあ飛び込めはわかるからな。どうぞ。あ、違う違う違う。レナに言ってるよ。タカがあの温度を知りたければ自分で試してみないとダメでしょ。これにょーん。そう、迫力がすごいよ。でも飛び込めないよ。いや、ここ先乗り越えて。残念。注意される前に。へぇー。死ぬよ、へぇー。ニュースになる。ドイツ人が那智の滝に。
死亡しました。でもこれよりもうちょっと近く行けるらしい。今から延命長寿の水飲みたいと思います。タカにあげないよ、タカが長生きしてほしくないから。うん、普通の水来ました。那智の滝、那智の滝、なっちゃん、なっちゃん、なっちゃんです。これなっちゃんの滝。那智の滝も見終わったし、この後はあれだね、温泉、ハワイ温泉に行って旅館にチェックインして温泉に入って美味しい今日の疲れを癒します。夜ご飯を食べて今日の温泉旅館に着きました。ハワイ温泉緑屋です。あ、ごめんなさい、よいしょ、はい、すみません、重たい、ありがとうございます、ありがとうございます。チェックインが終わりましたので今から部屋を見に来ます。では部屋を紹介します。まずはここから、ここから別エリアになります。こっから僕らの部屋です。やばくない？これピッカピカの石の廊下で、部屋の玄関も石の廊下で、上がってここにお邪魔します。おお、広お、なんか川が見える。私たち9階にいるから上から見える。景色もめっちゃいいね。リビングが、え、なんでどういうこと、なんとすごいじゃん、リビングあるじゃん。で、こっちが、あとは、あ、こっちがベッドルームだね。ベッドルームがあって、今からお風呂に入って美味しい夜ご飯を食べてもう寝るって感じ。私とタカが浴衣に着替えて今からお風呂に入ります。露天風呂が一緒になってるから、うん、後で一緒に合流して、でも多分動画が撮れないと思う、他のお客さんの迷惑になるから。ということでさようなら、ちょっとバイバイ。食事の時間だよ。食事のお時間です。そう、さっき気持ちよかったね、お風呂。天ぷらやば、もう頭の中が食べ物って感じ。露天風呂ね、露天風呂めちゃくちゃ良かった、一緒に入れたから。そうで、真横に川がザーッと流れてて、すごい開放感抜群、最高この旅館で。今から天ぷらね、いや天ぷらか出るかわからないけど、懐石料理行きましょう。もうすっごい料理だね。登場しました。これがあるし、あれもあるし、これもあるし。食前酒で乾杯。何で始めよ。いただきます。いただきます。お料理後出しで、愛の素焼きの後に牛スープをお持ちいたしまして、はい、天ぷら茶碗蒸しと投げます。天ぷら、頭の中の天ぷらが良かった。なんか卵が入ってるよ。うん、めっちゃ卵入ってるよ。卵入ってるの初めてだね。おいしい。これ巻いてるのが葉っぱ、めはり寿司ね。めはり寿司、めはり寿司、和歌山の名物かな。はい、いただきます。おいしい。うん、葉っぱが、赤いな顔。暑い、ゆでだこになってるよさっきの温泉のおかげで。天ぷらが来ました。塩がついてて、梅塩、梅の味するのかな。うん、それご飯ができました。なんて言ってた？あゆ飯。おお、焦げがついてる。いいね。焦げ目見えるかな。めちゃくちゃうまそうじゃない？いただきます。うん。うま。うん。お腹いっぱいなんですけど、この中で一番美味しかったのが、
ご飯でも天ぷらも良かった。あ、天ぷらもサクサクで本当にあの梅の塩がついてて大満足。もう帰ったら絶対寝るね。すぐ寝る。今からこの動画をここで終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この動画が面白かったならぜひいいねボタン押してください。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。